チのパワースポット、妙明寺を巡るんだ。せっかく台湾に行ったなら、地元で人気のある、ご利益のあるミャオとかに行ってみたいけど、カレンにあるかな？もちろんあります。カレンで台湾ならではのミャオ巡り。カレンに降臨した、ワンウンウンニャンニャンを祀る、年間100万人が参拝する、人気のミャオがあるんです。ならば行ってみよう。地元で熱い信仰のある、カレン一のパワースポット、シェンアンゴンへ。カレン駅から車で10分、メインの繁華街からは少し離れた閑静なエリア。自転車で回ればすぐに到着できる。ここは願いが叶うパワースポットとして地元で人気。色とりどりの華やかな廟はバスツアーの行程にも入る人気スポット。ここは願いが叶うパワースポットとして地元で人気の廟。入り口にはケースに入れられた爆竹が。爆竹は邪気払いやお祝い事で鳴らされる。現在この廟は創建70周年。外壁にはずらりと中国の胸壁を思わせるお面が。その数はなんと約100個。これは人間一人のさまざまな感情を表しているんだって。すべて顔が異なるから要チェック。ここは同居の最高位ユンファンシャンティの母親にあたるワンプーニャンニャンを祀るミャオ。1949年この近くのかやぶき小屋の民家に生まれたワンプーニャンニャンは、疫病から村民を救い、さまざまな願い事を叶えたことから信仰が始まったんだって。意外と最近なんだね。それでは中へ。しかしきらびやかなミャオだな。この建物は中央に池を配した中国南方様式。色とりどりで華やかな造りを見るだけでも楽しい。まずは2階にある本殿へ。こちらが本殿。この中にはバンブーニャンニャンが。平日なのにこのにぎわい。あ、正面で踊っている人を発見。これは踊っているんじゃなくて、神様からの教えを請うて道教を学んでいるところなんだって。レイが舞い降りてきて彼女らを導いてこの舞になるんだそう。地元での信仰が厚く毎日通う人も。ではいよいよワンムーニャンニャンにご対面。しかしその前に気になることが。黄色いミャオのスタッフの髪の編み込みがすごい。綺麗すぎてついついじっと見ちゃう。お花があるよ。素晴らしい編み込み。もう目が釘付けです。ついついじっと見ちゃう。真ん中にお花があるよ。おっと違った。ワンムーニャンニャンだった。どれがワンムーニャンニャンかというと、中央の縦の3体はすべてワンムーニャンニャン。ワンムーニャンニャンは縦のラインで攻めてくるんだ。今年は創建70周年を迎え、台湾各地からお参りに来ている。ひときわ賑やかになってきた。なんだなんだ、人形か。これは人形ではなくて心臓、魂を注入してもらい受け取っているところ。こちらの団体は遠方から来た参拝客。かつての見つける団体も珍しくない風景なんだよ。おお、また踊る人を発見。なんかかっこいい。何をしていたのかちょっと聞いてみた。
对？我是跟太子，我的灵是太子，所以我们都会去到每一个地方去上课。所以他如果要上课，他会叫我先上来，就让他带着走。对，因为不是我们，因为我们不会蒙什么会。こちらはワンムーニャンニャンに加えてもう一人の神様も人気、恋愛成就の神ユエシャーラオレン。眩しいくらいの金はまとっている。これはなんだか効きそうな気がする。さて1階を覗いてみよう。色彩が豊かで派手、見てるだけでも楽しい。よく見ると提灯は手書き。これは地元の小学生が作ったもの。地元に愛される妙なのです。ところでカレンでは入り口を守るのは狛犬ではなくキリンなんだって。キリンビールのロゴの方ね。さあ次は歩いて1分のツーホエタンへ。ツーホエタン、こちらも有名な廟だから合わせて回りたい。シェンアンゴン同様にワンブーニャンニャンを祀る廟。まず目に入るのは屋根の装飾、すごい細工が細かくて色とりどりの龍に感動。同じ神様を祀っているけど、こちらではヤオチジンムと呼ぶんだって。では中へ、お作法通り右側から入ります。あの中央に鎮座するのがヤオチジンム。ここでも踊る人を発見。こちらの狛犬のキリン、動物園にいるキリンじゃなくて空想上のキリン。キリンビールのラベルをイメージすると分かりやすいかも。カレンのパワースポットと呼ばれる2つの妙、カレン散策の1つに加えてみてください。